バイバイ。おう言うぞ、今日こそは言うぞ。おはよう。なになに、言って言って。ここじゃ言えないこと言って。おはようおはよう。なんだこれは。おはよう。少し大きめのジャージを買ってもらったぞ。すぐ大きくなるから忘れ物しちゃった。先行ってて。分かった。ズッズッズッ。今カツアゲにしか見えないからやめろ。じゃあ手出して。見つかったら処罰されるのは俺だ。受け取れん。はあ。男子が一番好きな女子の髪型はポニーテールなんだって。萌子が言ってた。どんな髪型が好きなの？まあ何でも似合うんじゃないか。好きな髪型は聞いてるんだよ。何？どういうことなんだろう。あ、次科学室？うちもそっちだから一緒に行こうよ。私呼び出されてて職員室寄らないといけないから。移動教室、僕と一緒に行ってるなんて知られたくないよな。あ、これ一緒に行ってるのか。もしさ、私がゾンビになったら殺せる？ああ、殺すが。ああ、殺さなきゃ、早く。バン。撃つの遅い。バン。え？山田が死んだら死ぬ。私は何してるでしょう。考えて。ついやば。山田はこんな服似合うんだろうな。決まった？欲張りステーキコンボに山盛りポテト。山田も彼氏ができたらあんなこと。誰にする？私ピザマン。じゃあ俺も。あ、待って。店員とか誰かにチクられる可能性も。もう誰も来ないよ。そうじゃなく。ね、別のにしてよかったでしょう。おお、きないつもすごい。ブンブンと。サボっちゃう？いい加減にしろ。黙れ。掃除はこれで終わりと。終わったらサボりじゃないね。何時頃寝てる？いつも。1時くらい。そっちは？11時半。過ぎてるじゃん。市川のせいだよ。もし市川がゾンビになったら私は殺せるかな。殺せないね。バイバイ。どうする？どうすればいい？まったな。なんだなんだこの状況は。きつい。お、入りそう。メリークリスマス。